スノーマン深沢達也が連ドラ、春になったら。出演決定、主人公に思いを寄せる葬儀屋勤務の28歳。深沢達也、スノーマン、が、1月15日に放送開始する K ドラマ、春になったら、に出演する、春になったら、は、反発しながらも支え合ってきた娘と父が、結婚までにやりたいことリスト、死ぬまでにやりたいことリストをそれぞれ叶えていく物語。なおが3ヶ月後に結婚する娘、椎名瞳、木梨憲武が余命3ヶ月を宣告された父、正彦を演じる。深沢が演じるのは、瞳の大学時代の友人である岸慶吾。現在葬儀会社に勤めている28歳で、学生時代から瞳に好意を寄せていた。瞳の結婚式に出るつもりはなかったが、彼女から結婚式の司会まで頼まれてしまう。そして瞳の父、正彦が余命3ヶ月だと知ってからは、心配する反面、心のどこかで瞳の結婚がうまくいかなくなることを願ってしまうなど、彼女に対して複雑な感情を抱く役どころ。あることをきっかけに正彦との関わりも生まれ、親子の物語のキーパーソンとなっていく。岸を演じることについて、深沢は、役作りをすればするほど岸くんの良さがなくなってしまう気がしていて、本当に難しい役だなと感じます。とにかく自然に、ナチュラルに演じたいです、とコメントしている。また深沢の出演とともに、岸に恋心を抱く瞳の大学時代の親友、大里美奈子を三上愛が演じることも発表された。